ベントレイコンチネンタル GT がアメリカ、イギリス、ドイツにて3つの賞を受賞しました。コンチネンタル GT に3つの賞。米、178名の読者が2部構成で選出。ベントレイのグランドツアラーであるコンチネンタル GT は3つの主要マーケットで重要な賞を獲得した高級車やジェット、ヨット、時計を主題としたメディア、ロブレポート、 ロブレポートでは、コンチネンタル GT を2004年に、米国で発表して、以来、3度目の、カーオブザイヤー受賞となる。審査は、178名の読者とロブレポートの自動車、編集部員で構成され、外観、性能、豪華さと、快適さ、実用性に加えて、ワウファクター、驚くようなポイントや、収集性などの無形のダイブレーカーという5つの、 カテゴリーで評価されたカリフォルニア州ナパとフロリーダ州ボカラトンで行われた2部構成のテストの結果10代の頂点に立ちカーオブザイヤーを獲得したロブレポートの審査員はオリジナルから飛躍的に進化していると評価したまたこの四輪ソーダは世界でも類を見ないこの車は曲がるたびにアクセルを踏むたびに喜びを与えてくれるとも評された英国では オートカルの姉妹子が評価。英国では、オートカルの姉妹誌である、ホワットカーによって賞賛された、2022年のカー・オブ・ザ・イヤー・アワードで、ベストハイエンド・クーペ賞を受賞。ホワットカーは、コンチネンタル・ GT のペース、完備さ、存在感の組み合わせは、まさに比類なきものだ。これ以上、デカダンな移動手段があるだろうかと、総括している、10万人以上が12部門。 386車種に投票。ドイツでは、コンチネンタル GT は、アウトモトール・ウント・シュポルトが長年開催している、ベストカー賞のラグジュアリークラス部門で栄冠に輝いた10万人以上の読者が12部門、386車種に投票し、最終結果を決定した。